アイリスフォール、前回の続きからプレイしていきましょう。えらくうるさいとこにいたね。すごい。この、何この歯車の上を通っていけて通っていけてここは影になってて、ああ、影を通っていくんだろうけど、橋がないのか。で、歯車の残骸みたいなのがここにあると。で、何も持ってないから、何もできないと。で、この残骸、残骸は残骸じゃないのか。これは？これをくるっと回すと？なんか変わったか？ん？え、なんか変わってるこれ。何も変わりが見えないんだけど。これは？これ回すとどうなるの？うん、これなんか物がないとダメですかね。これこれか、これをこうするのか。違う、あ、これは違うこれは違うんだね。どういうことなんだどういうことなんだ。これか、ここに刺すのか違う、あ、合ってる合ってる。え？ん？あ？これいけたんじゃない？いけたのでは？え、これだけ？本当に？え？え、これだけ？本当に？なんか、あまり解いた気がしなかったけどね。なんか合ってたようで。ちゃんと考えたらわかるんだろうけどね、こういうの。で、ここは？ん？ね、なにこれ？え？これ回してみる？こう向きには回せないでしょ。こうじゃないの？こうだよね。で、これ、ちゃんとさ、動かせるとこが出るのがいいよね。マシナリウムとかは出なかったからね。めちゃくちゃ総当たりだったじゃん。これ、どこが回るんだ？あ、回るんだ、ほんとに。すごいな。どういうことなんだ。これ、こうだと思うんだけど、全然違うな。全然違うわ。全然違うことないのかな。これいける？これ下いけないもんね。あ、そうか、下に行かないといけないのか。ん？こう回してみて、これこうだと思うんだけど、違うな。違うわ。あじゃないな。全然あじゃない。これで戻ってきたね。戻ってきたよ。え、これどうやんだ。え、これ一番難しいんじゃない。最難関では。うん、そんなことなかったな。いけたわ。全然そんなことなかった。あ、次は影使うんだ。これどう回せばいいんだろう、次。ん？これこっち回すとどうなんだ？あ、こうなるんだ。ん？なんかそれっぽい。っていうかセーブされたし。行くか。行けるな、これ。お。意外と簡単に。意外と簡単に、いけますのね。これ、これ、
これぐらいの難易度で3時間もかかんの？よくわかんないとこ、ここまでよく登るよね。普通無理だよ。なんか影が形違う気がしない？逆に動いてるしな。誰だ？いざなわれてんのかな？このコウモリの正体もわかんないしね。猫がなんかすげえ喧嘩してたけど。女の子の造形可愛いよね、このゲーム。髪の毛はすごい硬そうだけど。やっと来たか、みたいな。時計の針を通って、上に行くのか。え？しまうなよ。なんかすごい。何あれ。失敗したアトムみたいなのがいるんだけど。え、どうすんだ。え、これ何？これどうすればいいの？何？何がどうなってんのこれ。え？動いてるのはわかる。あ、これあれか。この上の時計と同じような感じでやるのか。右側が特報みたいなマークのやつになるようにすればいいんでしょ？これでいいんじゃない？これで上のマークが多分2回押すぐらいだと思うんだけど。こうでしょ？ OK。C3PO みたいだな。え、これに乗るの？これは怖いな。これはどうだろう。え、これは？え、怖っ。なんかニギニギしてるんだけど、なんか足りないのかな。これもあれでしょ、アイテムじゃないのか。拾えるんだ。さあ、なるほどね。ここにアイテムを入れろってことね。めっちゃ催促してくるんだよ。俺が拾ったんだよ。だいぶ形違わない？え、合ってるそれ。ん？ああ、これでやっとこの C3PO が動かせるようになったよってことか。これを押すと？ん？これを押すことでギアが、あ、こうか。これで噛んだことで動くな。オッケー。これであれでしょ、さっきの猫が通った時みたいに時計を動かす。こうじゃないのかな。これでいけそうな気もするんだけど。あ、これで上のやつが開くようにこっちにギアを合わせて引くと。大正解。簡単じゃない？え、これ本当に3時間もかかる？なんか、みんな口を揃えて3時間って言ってるんだけど。まあ、とりあえず、上登っていこうか。あの子は、あの黒猫さんは、俺をどこに刺そうとしてんだろうな。なんか、
仲間なのか敵なのか。うわ、すごい。ベロデローンって出したクマがいるけど。これは、こいつは大丈夫なのか。仲間なのかい。おお、え、合わせて動くんだ。めっちゃノリノリに、ノリノリに、ノリノリになれよ。ならないし。なんかドローンと刺しすぎたか。このベッドも折れてるからね。座るんだ。めっちゃきしんでるけど。なあ、クマな。ん？これなんかあるぞ。これは？ん？え？なに？なにこれ？押すとどうなんの？ん？え？なに？暗くなるとこの絵の女の子が消えちゃうんだ。ん？なんかあんまりピンとこないな。こうでしょ？そんなことある？そんなことあってたまる？どうすりゃいいんだろう。とりあえず最初はこれでしょ？で、次こっち押してみるか。進めないんだ。進めないのか。じゃあ次これ押してみよう。で、で、次どれを押すかだよね。前どうだったっけ。とりあえずこれを押して、多分この一番左のなんか崖みたいなやつは両方死ぬと思うから、これは選べないし。だからどうしよう。次これ、あ、いけるいける。で、進むと。で、最後だよね。最後、あ、これか。で、お、いけたんじゃない？出てくるんだ。ん？なんか新しいパネル？え？なに？新システムってこと？とりあえずクマからこれもらうんじゃないの？女の子が消えたけど。それくれる？あ、違う。違う。なんか変わってる。ちょっと待って。ちょっと待ってくれるか。その、先が読めないシステムはやめてくれ。え、これどうすんだ？とりあえず、あ、これでつくんだ。後ろの明かりが。で、これ押してみる。ん？何を完成させればいいのかが一切わからないんだけど。これで火が照った。火が照ったけど、だからどうしろって言うんだよね。あ？あんまり。すごいなんか可愛らしい感じでさ、大福だよって感じで割れてるけど結構ショッキングな感じだよね。え、これ何？進める？俺、え、違う、進むタイプじゃない。なんか RPG みたいなの始まったけど、めっちゃ押せるとこあるしこれ何。どうすればいいのこれ。え、ん？こっから先行動する方向が決まるってこと？何？何？わからん。ちょっと進んだ。
ちょっと進んでみよう。ちょっと進んだけど、ちょっと進む？お、なんか手に入れた。ちょっと進もう。ちょっと進もう。なんか出れたらしい。すごい。何もわからずに進んでいる。何もわかっていない。何一つわかってない。猫ちゃんは俺に何をさせたいんだ。どうしたいの？あれ？猫どこ行った？おお！何？何？これ？これは誰の写真だ？俺か？俺じゃない。おばちゃんだ。マリオネットでなんか子供に見せて遊んでた。何これ？ああ。おばあちゃんかな、この主人公の。そんな感じはするよね。なんでこんなに荒れてんの、ここ。なくなったのかな。目？本が湧いてきたけど、俺ああいう影分身みたいなさ、切り絵が苦手なんだよね。怖くない？多分大体ハウルの動く城のせいなんだけど。ハウルの？ハウルと？ハウルか？ハウルと？ハウルの？どっちだっけ？ハウルのだっけ？キムタクの城でいいや。お、なんかでかい猫いる。でかい猫だな。じゃあまあセーブも挟んだんで、この辺で一旦切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。